阿蘇医療センターだより第8回のノロウイルス対策から手洗いのポイントを再編集しました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のためこまめな手洗いを行いましょう。大事なことは手洗いになります。手洗い、はい、手はいろいろなものを触りますし、ウイルスがすぐに手についてしまいます。それでそのついたウイルスを広めてしまうのもその手によって広めるということになりますので、手についているかもしれないウイルスを洗い流すことは大切な感染対策です。ウイルス自体は目に見えませんので、手についているかもしれないと意識してよく手を洗ってください。まず流水で手を洗います。次に洗剤を手に取ります。手のひら、手の甲、指の間、付け根と親指と親指の付け根、指先は爪の中まで意識して、さらに手首まで丁寧に洗います。そして泡などをよく洗い流し、手を拭くときは清潔なタオルまたはペーパータオルなどで拭き、よく乾燥させてください。かなり丁寧な工程ですが、これ時間はどれぐらいかけたらいいですか？そうですね、やっぱり30秒以上はかけて洗ってください、うん、あとその手を洗うタイミングというか、何かそれも気をつけた方がいいんですか？そうですね、よく言われているとは思いますけども、うん、外から帰ったら手洗いをする、うん、それから食事の準備をする前、うん、それから食事をする前ですね、それからのトイレに行った後とか、うん、もう手洗いは十分行ってください。